今日はこれから4時間ぐらいのドライブをして湖の近くに行きます。ちょっとシドニーに近づく感じ。いい天気というかまったりとしてます。昨日までの宿はこちらです。今日もいい天気だ。そう、ここはどこの町かわかんないですけど、今ガソリン入れてあと100キロ走ります。いいなあ、この両サイドにこういう木が立ってる感じ。今日は300キロ、ちょうど14時300キロです。今日明日とめていただくお家です。素晴らしい。こちらですね。すごい、素晴らしいです。見てください。今日明日こちらでお世話になることになりました。最高ですね。いやー、はい、泳ぐこともできるってことで、今こちらから山らしいです。町に着きました。あ、すんげえいい町だな。なんだこれ。うわ、なんだこれ。オーストラリアっぽい。なんだこれ、いい町だな。なんだこのいい町は。お酒を買ったんで、あとはつまみ的なものを買います。安いけど衣料品とかなんかそういうのは探してない。まあ一杯ならいいということで、こちらの常識としてビクトリアビア。でもこれでも 6.5。 オーストラリアは高い。なんか肉はすごい。うまい。さて帰ろう。帰ってからゆっくりしよう。この街いいな。いい、この街。綺麗だな。はあ、綺麗だ。桟橋がかっこいいな、やっぱり。すごい。やっぱライトは、このライトがいいな。あ、中についてるだけなんだこれね。すごい。わお。おお、すごい高くまで行って、2,000 or 3,000 feet. Yeah, feet. Yeah. So that's our friend. Just trying to find. So we lived there for 13 years. It's so good. や、めっちゃいいや。最高の一晩です。明日ピーターにカンガルーとコーヒーの店に連れて行っていただくことになりました。ビールもいただいちゃってるんですけどね。いいの。